い、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は酎ハイですね。宝の自家搾りシリーズの、モテギブルーベリー。栃木産モテギブルーベリー。聞いたことないですね。モテギってなんだろう。アルコール度数 4% と低めで、果汁が、なんだこれ。果汁が 1% です。栃木産モテギブルーベリーの果肉を丸ごと絞ったストレートコンダク果汁を使用。原材料は果汁括弧ブルーベリーとリンゴと、焼酎と糖類と酸味料と香料と着色料と、ブドウ種子抽出物ですね。着色料にブドウ果汁と書いてあります。まあ、結局のところ着色料、ブドウ果汁の着色料を使ったってことなのかな。結構詳しく書いてありますね。ブドウ？着色料にブドウを使ってるんだね。まあ、結局のところブルーベリーなんだけどブドウを使っちゃったみたいな。でしかも果汁にリンゴも使ってるっていうことは、まあ、隠し味にリンゴを使ってるってことなのね。乾杯。あ、酸っぱい。ほのかに。ほのかに酸っぱい。あんまり甘くないですね。あんまり甘くない。なんだろう。甘くない。あの、ブルーベリーガムを噛んだ時の、香りがするんだけど、ブルーベリーガムみたいに甘くないですね。ほんのり、酸っぱい。なんか物足りない気もするんだけど、なんだろうね。なんか今までの、あの、桃とかあったじゃないですか。あれに比べると段違いで甘くないですね。かなり甘さを絞ってるみたいです。全然甘くないわ。そもそもブルーベリーって結構甘いはずやねんけどな。ブルーベリーって丸ごと食っても結構甘いよね。これ全然甘くないですね。いや、甘かったかな。ブルーベリーって酸っぱいんじゃなかった？ブルーベリージャムとかで甘いイメージあるけど。ああ、でも甘いはずやけどな。まあ、酸っぱいのも確かにあるんだよ。俺、どこだったかで、あの、ブルーベリーの丸ごと、確かローソンストア100で、100円で買ったんですよ。ブルーベリー。めっちゃ酸っぱかった。あの、丸のまま売ってて、何個か、20個入りぐらいの、なんか、売ってたんだけど。お、ブルーベリーじゃんと思って、買って食ったら酸っぱかったんだけど、俺、甘いブルーベリーがね、食ったことあんまないかもね。ジャムとかでよく食うんだけど、ただあれって基本的に砂糖を追加してるんじゃないですか。だから甘いんであって、実際のところは意外と甘くないのかもしんない。いちごだってあれ、いちごジャムは甘いけど、実際いちごって普通に食うと別に甘くもねえし、まあ、むしろ酸っぱいぐらいの感じでしょう。でもこれは、
明らかに酸っぱいですね。酸っぱいっていうか甘く、全然甘くないですね。うん、何か、あれがあるんだろうか。狙いがあるのか。はたまた、ブルーベリーというのはこういうものだから、もうまんまこの、こういうもんですっていう感じで出してんのか。まあ、あんまり甘いブルーベリーって食ったことないからな。いちごとかも、甘いいちごなんてまあ食ったことないですね。あの、甘王とかさ、ああいうの基本高いから買わねえんだけど、あの、100円とかで売ってるいちごだったら買うんだけど、だいたいあれって100円とかで売ってるやつって甘くねえんだよな。全然酸っぱいんだよな。で、あと、ショートケーキとかについてるいちごだって、あれ酸っぱいんですよね。うん、俺基本的に、ショートケーキとかについてるイチゴは、あの、初めに食うんですけど、あれ初めに食べないと、あれなんですよ。あの、甘いもの食った後に、まあ、いわゆるショートケーキを食べた、あと最後に残しておく人もいるんだけど、最後に残しておくと、そもそも酸っぱいんですよね。甘かったとしても酸っぱい感じ。なぜかっていうと、あの、ショートケーキ自体が甘いから、甘いもの食った後に、ああいう果物を食べると絶対酸っぱいんですよね。だから、なるたけ、もうしょっぱながら食うようにしてるんですけど、それでも、明らかに酸っぱい。うん、明らかにね。これあんまり美味しくねえな。これあんまり美味しくないですね。やっぱりブルーベリーって甘くねえとうまくねえよな。コク、甘みはないですね。むしろ酸っぱいレベルですね。香り、まあ、香りもすげえ、ね。あんま美味しくないな、これ。これあんま美味しくないわ。3132です。ご視聴ありがとうございました。